はい、では、ラスダの続きからですね、やっていこうと思います。これどっち行けばいいの？あ、私ここから来て、あ、で、今度この先かな、進めるようになったの。オッケーオッケー。ほう、ホーリーボトル耐えていくか、一応。また新しいダンジョンかな。いや、前回のさ、謎解きめっちゃ苦労したからさ今度はシンプルであってほしいのですが。あ、なんかあるね、これ。え、光った。あ、また鏡のギミック？出てくるのね。今回はあれですね、ちょっとミクトランのところまで行きたいですね。出てってことはもうこれはもうクリアなのでは。もうもしかしたら次回あたりで完結になるかもな、デスティニー。あれ、何もなさそう、ここは。みたいなのゲットしました。なんだこれ。ここにもあるんだよな、謎の四角い箱。あ、でも取れないよこれ。これとあった、ここも。なになになに、え、あ、セーブポイントじゃん。ちょっと待って、なんかこの先もしかして来るか、ボス戦が。でもセーブしとこうかな。はい、あ、 TP は大丈夫だろう。よし、じゃあ先進みましょうか。え、なんか怖っ。こうカプセルみたいな中に人間が入ってたり、なんか骸骨もいたり。え、なにこれ。これは、いやー、なにをこれ。人が死んでいる。いや、死んではおらん。え、正確には蘇りつつあるのじゃ。おそらく地上から吸い上げたエネルギーが流れ込んでいるのでしょう。なるほどね。こんなもののために地上は死に瀕しているというのか。許せないわね、スタン。壊してしまえ。やめたまえ、ミクトラ。なんかそれを超えたところでどうにもならんよ。決着をつけようではないか。そう、決戦にふさわしい場所、神の目のある場所でな。望むところだ。このまま奥へ進みたまえ。私は逃げも隠れもしない。はい、これあれか、ま、エネルギー吸い取って目覚めさせて、ま、ミクトラのしもべみたいな感じにするって感じですかね。証拠にもせずにやってきたようだな。来たわね。こんなことをして一体どうするつもりよ。天井の民をよみがえらせるのだよ。治めるべき民のいない王ほど滑稽なものはなかろう。そのためには地上がどうなってもいいというの。遥か古代の時代、戦争を始めたのは地上の民だ。当然の犠牲と言ってもいい。その責任が誰にあると思っているのよ。天井の圧政のために地上は犠牲になりかけたのだぞ。言い訳はいくらでもできる。私はただ真実を述べているに過ぎない。それは真実の一面に過ぎない。天井側の言い分だ。お前らはベルクラントという非人道的な兵器で地上を切り刻んではないか。ベルクラントを報復に過ぎならば、ソーディアの開発は人道的と言えるのかな。何を。まあそこ分数な。せっかくここまで来てもらった客人だ。それなりのもてなしを用意してあるんでな。
もてなしだと。さあ感動の答え目は出てくるがいい。え、なんだって。リオン生きてたの。どうしたのだリオンくん。無駄だよジョーくん、彼は死んだのだ。今の彼は生ける屍に過ぎなのだよ。あああれか、あの地上から吸い上げたエネルギーで動かしてるってこと。主人の命令を忠実に聞くだけの人形なのだよ。殺してくれリオン、僕を早く。行けリオン、いや生ける屍は奴らを殺せ。スタンくん分かってる、だけどやるしかない、リオンくんのためにも。なかなかエグいことすんね、ミクさんね。あ、リオン、殺して殺してって。あ、でもなんか色もなんかめっちゃ良くないじゃん。いや、気持ち悪い色してるよ、リオン。小破断戦法。強いのだ、なんか。おら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 。オラ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 、おし、あ、全然強くないじゃん。よかった、天国にいてくれリオン。いやいや、余興として面白い見せ物だったよジョー君。貴様人の命をもてあそぶなんて許さない。まだ懲りていないと見えるな。お前ごときに何ができる。こないだと一緒にしないでよね。もはやお前にアドバンテージはない。ナバかかってこい、我が力を思い知らせてやろう。さあ来たぞ。あ、ミクトラン戦ですね。ラスボスになるのか。ちょ、お前そ、空飛ぶのはひどくないか。ちょ、さあどこ。ね、ちょっと、なに、あ、いいぞ、フィリアさん落としてサイクロンで。オッケー。ちょ、ねえ、これが止まらないのだが。ねえ、これ空中技有利もしかして。ちょ、待って、あ、そっか、レッグーザンがあった。ねえねえねえ、インディグニション。ちょ、強いんだけど。ちょ、待って、フィリアさん、これはあれだな、レッグーザンだな。よし、間に合った。レッグーザン、あ、いいね、ボカハザン。いいね。あ、ちょっと待って、ディバインパワー。お、待て、わあ、ちょっと、強っ、なにこれ。はっ、ちょっと待って、おかしいだろこれ。あー、これはやばいな、死んだな、これは。フィギュアさんじゃなくてあれかな、チェルシー連れてきた方がいいかな。空中技に強い子。もしくはあれか、スタンが飛ぶ技を結構採用した方がいいかもな。ひぃあ、なに、なんか面白い技してきたな、リオン。オッケーオッケー、倒しました。さあ次ベクトランですね。ちょ、弾空剣使っていこうかな。あ、前に出せるからいいよね、弾空剣。よし、行くぞ。今までのボスも何人か苦戦したキャラはいましたけど、そこまでね、結構スムーズに超えたから。あ、ベクトラン強いですね。ほらほら、ちょ待って、エクスプロード。弾空剣、地上に落ちてくれると楽なんだけどな。あ、ちょ待って、あ、なん
かなかなか噛み合わんぞ。オッケー。いいね。浮いてるのひどいよな、これ。いいぞ。あ、斜め上コガハザン強いか、もしかして。あ、コガハザンなんだよな。これ。あ、いいぞ。いいぞ。ここにナイス。いいね。オッケー。やっぱコガハザンだったわ。きたー。いや、これだけで終わらんやろ。知ってるぞ、私は。ずいぶんと楽しませてくれるじゃないか。ならば本気を出すとしたら、千年前のあの時と同じように神の実が光を放ち始めた。神の実のエネルギーがミクトランに流れ込んでいます。いつも正気か。まさか私のものが死ね、虫けらどもめ。さあ、第二形態ですね。フィギュアさんの HP がやばいから、うわ、なにこれ、え、もう人間じゃないやん。なあ、あれ、キモえ、キモい、なにこれ。なんか緑のなんかクリンってしてるのが目なのかな。あ、いいね。おら。私的にはさ、なんかさ、なんかケフカみたいな感じになるのかなって思ったの。FF6 のね。あ、全然違うやん。なんかもうバケモンやん。あ、第二形態ってなんか大体なんかかっこいいものとかが多いやん。かっこいいっていうか、なんかまあ人間じゃないけど。あ、ちょ、やばい。あ、ちょ待って、え、やば、なにあれ、え、もうエリクシールだよ、伝えてる。あ、え、これルーティン死ぬかな。あ、生きてる、よし。あとはライフボトル、ちょっと待って、あー、やばい、お願い。お、いいぞ。ヘルーティーとウトローさん、よいしょ、スタン、自分にレモン組。あ、ちょっと待って、あかん。いや、エリクシールあれか、あの回復手段ないのか。ルーティーサイクロン、カードしてくれる？レモン組、オッケー。あ、ちょっと待って、危ない。あ、よし、ウトローさん生き返った。あ、ちょっと待って、ねえ。意地悪、バカ。おー、ライフボトル、いやー、これがやばいって、ディバインバウアー。あー、いや、強いなー。
ウトロさん、これどうしよう、やばい、レベル上げか。あいや、終わったわ、これネオミクトラン強すぎないですかじゃあちょっとね、今回ここまでにしておこうかなと思います。はい、ということで、次回で完結したいね。次回で勝ちたいですね、ネオミクトラまで。で、エンディング見て終わりにしようと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。ちょっとレベル上げとかいろいろやってきます